サターン IB は、アメリカ合衆国のアポロ計画で使用されたロケットで、ある。前身のサターン I の改良型であり、第2弾により強力な SE 部分を搭載していた。このロケットが完成したことにより、当時開発中だった、史上最大のロケットサターン V を待たずして、アポロ宇宙船を地球周回軌道に投入しテストする。 手段が得られたため、アポロ計画の推進に極めて大きな効果をもたらした。サターン IB は、後にスカイラブ計画や、アポロソユーズテスト計画でも使用された。スカイラブを含む最後の4回の飛行では、特徴である、第1弾燃料タンクの白と黒の塗り分けは、されなかった。SIB 使い第1弾 SIB は、9機の燃料タンク、8枚の翼。 水力支持装置、8機の H-1 ロケットエンジン、その他多くの部品から構成されている地球周回軌道投入用ロケットである。燃料タンクは、ジュピターロケット用のタンクの周囲を8本のレッドストーン用タンクが取り囲む形で構成されており、中央のタンクには液体酸素が、周囲のタンクのうち4本には液体酸素が、 他の4本にはケロシンが注入される。エンジン8機のうち中央の4機は固定されており、周囲の4機には方向を制御するためのジンバル機構が設けられている。SE 部部使い第2弾 SE 部部は、サターン V の3段目と基本的には同じものである。明確に異なっているのは、第1弾との接続リングと補助動力装置が付いていること。 そして軌道上でを再転化する機能がついていないことである。エンジンはジンバル機能を持った J-2 が一機である。液体酸素と液体水素のタンクは1枚の隔壁だけで仕切られており、これによって重量を約10トン、全長を10フィート以上削減することに成功している。AS-201 カラーストップまでのサターン IB。 第39バイト発射台以上のサターン IB。ありがとうございます。